はい、こんばんは、山田と申します。恵方巻き徹底調査シリーズ2024。今日はですね、1号館さんね、見ていこうと思います。最近ね、結構ね、水車さんの方が出てたんですけど、デリカさん、惣菜さんの方のね、チラシの方も、データが入ってきましたんで、そのあたりとかをね、見ながら、チェックをね、していきたいと思いますよ、ということで、そう、一号館さんはね、水産とデリカが分かれてまして、で、お店によっては、水産はもう今全店直営か。デリカだけかな。デリカだけは一部直営じゃないところが、お店があるので、津新町と、四日市店か。中部のところのお店ね、四日市市の、は、アジュさんが入っておってなんですけど、実は、四日市のお店は、最近、水産が、直営の寿司コーナーをちょっと作ったんですよね。それも味吉さんの寿司コーナーの、隣のケースになんと、お寿司コーナーができたんで、あそこ多分今年はちょっとバチバチになるみたいなんですけど、うん。っていうことなんですけど、その辺とかね、ちょっとね、お近くのお店、のね、情報はね、地元の方で、ね、気になる方、チェックしてもらったらなと思うんですけど、という情報ともね、もちろん、紹介はしていこうと思います。ということで、まずはね、去年のデータからね、早速見ていきましょう。一号館さんは比較的シンプル、オーソドックスな、バリエーションとね、しっかりと揃えてきてっていうような感じのイメージだったんですけど、さあ、どうですかね、今年は、ドンと。いうことだし、まず去年のね、データを見ていきましょうね。去年こんな感じでした。水産が、本マグロ中トロ入り、特定マグロ、尽くし巻きがあって、これがハイエンドモデルだったから、2139円と。ということで、本マグロ中トロ入ってるやつですね。で、さらに、贅沢、海鮮贅沢巻き、これが同じ価格でありました。ナンバーサーモン、マダイとかブリとか入ってるやつですね。本マグロも赤身、中トロ使ってるんですね。ありますよというやつですね。そっちは、中トロががっつり入ってるっていうパターンですね。ということで、さらに、海鮮、恵方巻きがあって、これは1491円。大阪連載の海風七福巻き1059円。で、サンハウスセットが1707円でありましたよ、といった感じで。比較的、高価格全部1000円超えてくるね、価格帯で設定してあって、まあ、本格志向なところがある、海鮮志向、本格志向の水産と、デリカの方で、もう、ただ、ベニズワイガニ巻きっていうね、ハイエンドモデルもありながらも、千巻姫ね、普段売ってるね、これ千巻姫千、ね、千姫巻き、うん。いつもね、読み方わからなくなっちゃいますけど、のやつがあって、さらに特典海鮮巻きがありの、さらに七福巻きがあって、これ1078円とかっていうような感じでしたね。で、さらにキングパン巻きとかっていう、ローストビーフ巻きとかも設定がしてあってっていう感じで、まあ比較的バラエティもあっての、比較的、中古価格でもありますよ。まあ、ミドルのね、価格帯で設定したのがデリカの方でしたよといった感じでした。それが今年はね、どうなったかというと、こうなりましたよと、どんと、ちょっと大きくしよう。よいしょ。こんな感じでしたと。お疲れさんの開運する、まず、こんな感じか。はい、まず、水産の方が、こんな感じで、品目自体はそれが変わってないですね。まず、開運七福巻きっていうのが、表に来てまして、1059円。ちょっとね、動線が多分これね、一緒だったんですけど、確か品目が縦書きで書いてあるんですね。水産のやつって。で、その兼ね合いで縦書きの優先順位動線の1234番の振り方したんですけど、今年はね、カタログのデータのところ1234っていう、品番の、ところから、察するに、横書きの優先順位動線で、どうも、チラシ作ってあるなっていうことだったり、ちょっと逆に並んでるってだけですね。確か、ラインナップのそのレイアウト自体は一緒だったはずです。優先順位の、考察がちょっと変わったということですね。ちょっと、あんな話なんですけど、そういったのがありました。だから、比較的はその、ラインナップのそのデカさとかは一緒でしたね。まあまあ、チラシはまた、あったら、データあったらまた貼っときますんで、そちらの方を見てもらったらと思いますけど、データないかな。もう店頭で行くしかなかったかな、これは。という感じですね。で、マキ1059円になりました。大垣より卵。マグロの、たたきに、マレサーモンが入ってますよと。で、さらに海鮮本巻きあります。1191円という形で、どっちかというとこっちの方だから売ってきたんですよね。サーモンとかね。さらに、本格派っていうので、海鮮贅沢巻きと本マグロ中トロ入り、マグロ尽くし巻きってことで、この辺りも一緒ですね。
ありますね。1139円だから、値段も変わってないですね。1491円、1059円とかね。変わってないんですけど、唯一ね、ハーフセットを今回は取りやめたみたいです。あまり、その需要がなかったのかな、ということで、ハーフセットはもう作らずに、こっちの、オンリーで、受付していくという形みたいです。で、さらに、デリカの方に入ってきますと、実はデリカが大きく変わったのはここですね。まず、極みマグロの贅沢普通の木っていうのが最初に来てます。去年はベニズワイだったのが、ズワイガニが、あれですね、使わずにマグロになりましたってことで、実は、水産とちょっとマグロで、マグロでちょっと被るような形になったんですけど、実はこっちを、こっちで、本マグロの中東を使ったやつを用意してきたってことで、これが1707円ってことで、実はちょっと部署内のね、いわゆる、社内競争が、コンペティション、するような形で、してくるのかなということでね、これはちょっと面白そうですね。で、さらに、丸かぶり寿司っていうのがあります。これも去年あったっけ？丸かぶり寿司も新しいですよね。できました。で、これ538円で、これがすごくシンプルなラインナップになってますね。3番組おもろということで。いわゆる恵方巻きとしての品目としては、7品目ないので、5品目なんですけど、いや、よりシンプルにすることで、お安くね、するよっていう感じですね。で、さらに、田舎巻きっていうのもあります。特上田舎巻き、ですね。ラインナップとしてはこんな感じで、これは、951円という形ですね。この辺りとかも面白いですね。設定の仕方がね。で、さらに、1号館特製海鮮巻きというのがあります。これは、海鮮は、イカとかエビとかサーモン、グルとかね、しっかり入ってますよっていうので、1167円ということですね。で、この辺りからハーフの設定もありますと。ということで、多分、一号館さんも、セントラルで作るのかな？あれ？でも、そっか、デリカは、あれか。いや、でも一応セントラルで作れることないのか。ああ、でも多分インスタで作るのかな？ちょっとね、わかりませんけど。セントラルもいつもどっちだったっけな？普段売ってるのがセントラルだったセントラルだと思いますんでね。ですね。で、精巻き姫。これも普段から売ってるやつですね。754円で。普段このハーフのサイズのやつが、一口サイズにね、切ってあるのが売ってありますけど、これが378円ということですね。で、さらに韓国風キンパ巻きって、ここの辺りがちょっと変わりましたね。牛肉キンパ巻きって言って韓国風って言っとったのが、もうキンパ巻きにしました。もうキンパって、キンパ巻きってのが実は、どうだろう、ここ5年ぐらいじゃないですかね。わーっと普及してきてるのってね、言葉として。まあ、もともと韓国料理屋さんとかではね、売ってましたけど、ね、そんな中でも、韓国料理のなんか広がり方って、なんて言えばいいのかな。一定の層、この商品広まったよね。チーズハットとかでもそうですけど、これ多分、韓国の、マーケティングの仕方の一つだと思うんですけど、一つ、目玉商品みたいなのを、ドーンと出します。それがある程度定番化したら、次になんか目玉になりそうな新しいやつを、ポーンと持ってきますっていう感じで、目を引かせるっていうのがあって、それで言うと、キンパ巻きってのは、ここ、もともとあったんですけど、ここ2、3年ぐらいで、キンパっていうものを、トンと出していこうっていうのが、ちょっと見える傾向があって、だから最初のうちはキンパっていうのを聞いても、結構、何それっていうことが多かったんですけど、これ、キンってのは、正確に発音すると、キンになるはずなんですよ。キン、で、よく韓国のりのところに、書いてあるハングル見ると、アハンオリンキムとかって書いてあるんで、多分、のりのことキムって言うんでしょうね。ってことで、のり巻きっていう、多分、キンパっていうので、のり巻きみたいな感じの意味合いだと思います。だから、伝統的にこれを入れるとかっていうより、多分、のり巻き、そうなの、キンパーですから、多分、キンパーだから、そうですね、海苔巻きなので、基本的に海苔で包んであるやつを、全般、結構海苔巻きみたいな感じで使うのかなってことなんですけど、ちょっとすいません、韓国語、そこまで詳しくないんで、すいません、ちょっと詳しくは言わないようにしておきますけどね。で、いうことなんで、キンパ巻きっていうのがもう一般化したってことで、もう、こういうふうな名称に書いたのかなってところですね。一応、牛カルビとか使ってたことだったら、あたりもちょっと、ちょっとか、品目としてはね、牛肉から、カルビに変えたりとかというようなところが見えます。で、さらにローストビーフ巻きがありますということで、ローストビーフ巻きというよりも、ちょっと値上がりしました。これはちょっと原料の兼ね合いでしょうね。ローストビーフが入りますよ。という形で、牛肉のしぐれ巻きがなくなりましたね、ということでございますね。まあまあまあ、牛カルビ巻きとね、もうかぶっちゃいますからね、ということだと思います。で、さらにこっちは巻き付けのハーフセット残ってます。
定番のね、ヒレカツ、鉄火、ツナのやつがあって、最後に1円で、ね、ハーフの設定もありますよ、という形になってましたということなんで、データとしてデータを見るとこんな感じでしたよ。よっこいしょ。なんかくっついてきた。よいしょ。山彦さんじゃなくて、どこだ？地獄さん、今後ね。はい。2139円。ハイエンドモデルをしっかりと用意してあります。大久保さんに近いのかな？価格で。でも価格、大巻きはね、538円。さっきの、あれですね。538だから、この丸亀印にしました。恵方巻きとして売ってないんですけど、で、品目としては恵方巻きとしての、順位してるのかというと、賛否両論がありそうなところあります。千姫巻きの方を、も、あの、が7品目あるし、こっちにした方がいいんじゃないかという意見もありそうなんですけど、まあ、おそらく、これ定番商品として売ってて、まあ、こっちの方どちらかというと、恵方巻きの、イベント商品としての位置づけになるのかな、ということで、こっちにしときました、今回は。まあ、すごく難しいところですね。This is 恵方巻きみたいなものは、今回設定がないですよね。ということでございます。なので、こっちにしました。これ、138にしました。確か、大岡で54って書いてますけど、多分、大岡の置いてる754の商品と、先進巻きが同じような感じなんで、まあ、実はそんなに近い人じゃないんじゃないかなってところで、ただ最低価格は、ハーフの378の設定があるので、これかなり、お安いところもしっかりと設定してあるってことで、多分じゃあセントラルでやるのかな？でも牛トロやるのか。牛トロに今一人やるのか。あるあれですけどね。っていうところでね。品目としては14品目アイテムで、セット半分、あ、1か。そうか、そうか、減ってるんですよね。1ということで、ハーフはセットを含めて3ですね。単品で2つ売って、セットが1個あって、全部全開ということで、18センチ以上が11、推定値ですけどね、がありましたよ、という形でございました。まあ、この内容とかは結構特徴が出てるかなというところでございますね。はい。ということで、まあ、比較的、オーソドックスにまとめてるところをしっかりとまとめて、でも結構ニーズに合わせて、出すから、恵方巻きの、伝統的な形にこだわっていくというよりは、買いやすい商品をとか、そのあたりとかね、しっかりと、研究をして、比較的、文字配をしっかりと、していって、こう、状況に合わせていってるのかなっていうのが見えるところで、まあ、ただ結果的にはそこまで、あれですね、なんかぶっ飛んだことにはなってないので、そのあたりとかがしっかりとしてる、ところだなというのが見えるんじゃないかなということでございますね。そんなところかな。ちなみに、なんか CGC グループで言うと、吉津屋だろ？イオン吉津、吉津屋、あ、ちょっとこれ。牛トラだろ？ CGC グループで行くと、非表示。吉津屋と、山中は違うやろ？大川も違う、バロンも違う。CGC は、あとは？金末。で、1号館っていうふうに見てみたときに、こうして見てみると結構、CGC グループでも、差は出るのだなぁと。まあ、金瀬があまりに特殊すぎるね。川の割り切り方ね、普通のスーパーだと怖くてできないですよね。まあ、ここはね、割り切っていってね、行く、金瀬らしさがしっかりと出てるなというところはね、わかりますよ。1号館はそれだから、まあ、相手物もしっかりとありの、マグロマグロをね、かぶせてきてるのがどうなるのかっていうのはちょっと気になりますね。そこはちょっと注目ポイントかなというところで、見ていきたいなと思います。ということでね、今回の動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。